現役高校生タレントのひまひま17が東京赤坂の日枝神社の令和7年度初詣イメージキャラクターに就任し、10月31日同神社で開かれた取材撮影会に登場した。ピンク地に色とりどりの花々が散らされた鮮やかな着物で登場したひまひまは、ピンクと黄色が大好きで、まさにピンクと黄色だし、お花がたくさん描いてあって、着るだけでテンションが過去一上がってます。人生で一番気分が晴れやかと大興奮の様子。今までの過去一を聞かれると照れながら、グミがこんなに届いた時と明かした。イメージキャラクター就任にひまひまは、日枝神社はよく通る馴染みの神社で、誰もが知ってる伝統的な神社の初詣のイメージキャラクターで、緊張もあるんですけど何事も楽しむというハッピーオーラ全開で伝えたいと意気込んだ。